はい、よろしくお願いします。今回は中学1年生の英語一般動詞丸1ルール編をお送りします。で、こっからですね、すごく大事な一般動詞やっていきます。で、今回ポイントも含めて全部で11問問題がありますので、ぜひ1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、説明しながら問題解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずですね、ちょっとポイントをやっていきたいとこなんですが、ここの一般動詞すごくね、大事なとこなので、この動画の流れというか使い方をちょっと説明させてください。で、今回ですね、まあポイントが書いてあるんですけど、ここに3つ英単語が書いてあります。これ like、play、go って言うんですけど、これまず意味をね、今回書いてもらうテスト問題にしてあります。で、次回の動画、一般動詞、丸2の時も、こういう風に新しい英単語のテストをやっていくんですが、もちろん、この、like って書いてあって、それの意味が何なのかって覚えることはすごく大事です。で、そのために今回テストを入れてあるんですけど、その逆も大事なんですよね。例えば、意味が書いてあって、そっから英単語、like を書けなきゃいけないっていうのも大事になります。で、それを、ある程度一般動詞のこのシリーズの動画が終わった後に、単語の逆のテスト、意味から英語を書くテストの動画も撮りますので、その辺もね、ぜひセットで使ってもらえたらと思います。しつこいんですけど、この一般動詞のところをクリアできるか、そしてここで諦めるかによって、中学校の英語、得意か不得意かがガラッと分かれるので、ぜひここ踏ん張ってやってみてください。では、行きましょう。で、まず、英語の動詞ってありますね。で、動詞には2種類あります。これはまあ前も話しました。その2種類が一般動詞。今回の主役の一般動詞と今まで勉強してきた B 動詞です。この2種類です。で、まず復習です。B 動詞っていうのはトントントンの3種類しかありません。で、これまず覚えましょう。これ順番違っても大丈夫です。is, am, are です。出てきた順番、みんなが習った順番だと am, are, is なんですけど、個人的には is, am, are っていう、こうリズムが好きなんで、この順番でやってるんですが、まあこの3種類しかありません。で、これから学年が上がっていくと、これを変化させるとき、ちょっと形が変わるときは出てくるんですけど、ひとまず B 動詞はこの3種類覚えておきましょう。ただ、今からやる一般動詞っていうのはたくさんあります。種類がたくさんです。で、動詞、まあ一般動詞ですけど、何かっていうと、動く、しって言葉って意味なので、動く言葉なんですよ。動詞っていうのは。つまり、みんなの動きを表す言葉と基本的には覚えておいてください。それだけだとイメージしにくいものもあるんですけど。で、ちなみに、一般動詞、そして B 動詞は、ほにゃららから覚えておこうって書きました。これは大事なルールなんですけど、一般動詞と B 動詞っていうのは、一緒に使えません。一緒に使えないから、このルール、ぜひ覚えておいてください。すごいね、細かい話をすると、まぁ、ちょっとね、使えるというか、まぁ、形を変えてね、使う場面も出てくるんですが、今は使えませんよと覚えてください。で、今回出てくる一般動詞、3種類ですね。さっきやった、like, play, go です。意味覚えていきましょう。まずこれ、like と言って、意味は、好きです。好き。で、次、プレイです。で、プレイ長いんですが、これ2個覚えてもらいます。1個は、するです。よく使うのは、スポーツをするときに使います。する。で、もう1個。演奏するです。まあ、なんだ、演奏するか。楽器を演奏するときに使うのが、プレイ。あと、スポーツとかね。まあ、スポーツだけじゃないんですけど、するとか演奏するって意味がプレイになります。で、最後、go です。go は、行くという意味を持ってます。で、ちなみになんですけど、like っていうのは、今好きって書きましたよね。あと、ほにゃららのようなって意味も持ってます。もしかしたらみんなが like を習ってる時には両方習ってるかもしれない。好きもようなも覚えなさいってね。で、もちろんそうだったら覚えてほしい。ただ、ここでは一般動詞をやっていくので、一般動詞の中でもいっぱい意味を持ってるのもあるの。いっぱいね、2個、3個って意味があるのもあるんですけど、一番有名なやつというか、まず覚えてほしいのを重点的にやります。だから今回は好きだけを書きました。もちろんさっきも言ったように、ほにゃららのようなって意味を覚えても構いません。いいんですけど、
で、そのライクを今好きって覚えてもらって、みんなが勉強していきましたと。その時に、ライクが、ほにゃららのようなって使われてる時がある。その時に、あ、ライクってほにゃららのようなって意味もあるんだって、その知識を付け出していけばいい。そう、と思っているので、まあ、ひとまずは有名なの、書いていきます。プレイはね、両方とも有名なんで、今回二つ書いたんですけど。いいかな？まずこんな感じで覚えてください。では、早速ね、文章に使っていきましょう。まず、I、ほにゃららキャット。これ、I が私はなので、私はカットします。キャット、猫書いてあるんで、猫カットします。つまり、残っているのは、好きですが足りないんです。この文章には。で、今やりましたね。好きっていうのは、like です。だから、ここに、like が入って、I like cat ってやることで、私は猫が好きですとなります。で、今言われると、ああ、そうですよねって感じがするかもしれないんですが、これを、例えば問題が変わったり、自分の力で解こうとしたとき、愛がありますよね。そうすると、今までの勉強の流れで、どうしても愛、アムが来たくなります。ずっとセットで書いてきたから、愛、アムって。だから、もし、この一本の線とか書いてないと、愛、アム、ライク、キャットとか書けなくなるんです。もう、アイアムがセットだと思ってるから、ここまでの勉強でね。でもさっきも言ったように、一般動詞、B 動詞、一緒に使えないんです。一般動詞、B 動詞、使えないんです。一緒には。こうやって連続でね。だから、今は、like、好きっていうのを使わなきゃいけないんで、like を使いたいから、君はダメだよっていう。こういうふうに覚えてください。I am like cat とはなりません。I like cat です。いいかな。で、次、私はサッカーをします。今、サッカーが書いてあるので、サッカーカットしておきましょう。で、主語が、私は、ですね。なので、まず、I からスタートします。私はだから。で、残ってるのが、します。が残ってる。します。まあ、言い換えれば、するですよね。で、さっきも言ったように、スポーツをする。まあ、サッカーをするだからさ。スポーツをするときは、プレイを使います。だから、I play soccer となります。I play soccer。で、プレイ、細かいとこなんですけど、プレイって、レって言ってるんで、どうしてもね、こう書きたくなるんですよね。慣れないと。LE でレっていうイメージになりやすいんで、でもこれ間違わずにこう、A なんで気をつけてね。書き方としてはプライって書いてる感じ。まあ、発音はプレイになります。プレイ。で、これ I play サッカーで OK。で、次は3本ですね。3本あってピアノがあります。だからピアノがあるんで、まあ、ピアノはカットしておきましょう。で、まず主語からいきます。あなたは。私はは I です。あなたは You ですよね。You。で、これもさっきと一緒で、I ってくると Am、You ってくると、すぐに A を書きたくなります。ここでは。でも、今はピアノを弾くっていう動詞を使いたい。だから、A は使いません。A は書かない。で、ピアノを弾く、楽器を演奏するはプレイなので、もう一回、プレイを使いましょう。You play。でも、一本余ってるんですよね。で、これが大事です。今、プレイ2個問題作りました。スポーツをするときは、プレイサッカーで OK なんです。でも、楽器を弾くときっていうのは、プレイの後に、これをセットで使うと覚えておいてください。ザです。ザ。You play the piano. 楽器を弾くときは、プレイザ楽器となります。プレイザ楽器です。だから、もしギターを弾くというふうに言いたかったら、You play the guitar となります。いいかな。プレイザ楽器です。ではラスト行きましょう。私は学校に行きます。でこれ最後スクールがある、スクール学校ですね。カットしておきます。でまず主語から。今回は私はなので I からスタート。で行きます。行くだよね。行くはさっきも色変わりやがったね。行くは Go です。Go。だけど1個余ってます。で、これはですね、go はセットで覚えちゃうとよくって、go to ほにゃらら。go to ほにゃらら。これでセットで覚えちゃうといいです。で、I go to school っていうと、私は学校に go to 行きますです。go to 場所です。で、もちろん行くの時に go で to を使わないこともあります。これから出てきます、必ず。ただ、最初の段階は基本的に go to で、セットで使うことが多いので、このセットで覚えておきましょう。もちろん2が出てこないこともありますけど。いいかな。
なので、今回、まずね、一般動詞のスタートでみんなに覚えてほしいこと、まあ、復習はね、ちょっと置いといて、覚えてほしいことは、一般動詞と B 動詞は一緒に使えません。I am like cat とか、You are play the piano っていう言い方はできません。いいかな？一緒には使えない。そして今回3つだけ登場しました。like は好き。play はすると演奏する。go は行くです。で、play の時は大事で、スポーツとかする時は play soccer そのままで OK なんですけど、楽器を演奏する時は play the 楽器という順番になります。で、go みたいに go だけじゃないんですけど、go は go to とよくセットで使うので、こういうセットで使うことが多いんだなというのをぜひ今回覚えておいてください。では今回はね、一般動詞丸1ルール編やらせていただきました。今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。